はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーです。この度もアロマテラピー検定の一問一答ですね。一級編の問題でまたお届けをしていきたいと思います。今回のテーマはですね、ミルラ精油という、また一級編ならではの難しい感じの精油が、聞き馴染みないかと思うんですが、ここで3分で学んでいきましょうということで、問題に早速移りたいと思います。はい、では問題ですが、新約聖書の中でイエス・キリストに捧げられたことで有名なミルラ精油の原料植物の仮名を一つ選びなさいという問題ですね。はい、今回は新約聖書イエス・キリストにまつわる精油になります。はい、選択肢いきたいと思います。 A が万霊師か、 B がエゴノキか、 C が観覧か、 D が白檀かとなっております。はい、ちょっとね、選択肢もやはり、惑わせるというか、聞き馴染みない感じの選択肢になっております。一級編の問題らしいですね。はい、もう答えを、早速もう今回はいきたいと思います。はい、答えは C の観覧かになりますね。はい、A と B と D は、ちょっと違う、精油になりますので、ここで観覧花とミルラ精油というものについて、詳しくポイント解説していきたいと思います。はい、ミルラという精油ですけれども、モツヤクノキという原料植物から作られます観覧花の精油になります。はい、一番メジャーな水蒸気蒸留法にて樹脂から精油を抽出していきます。先日ご紹介しましたベンゾインですね、レジノイドという一級編ならではの精油も同じく樹脂からまた精油を抽出するんですけど、まあ、これも同じく樹脂からということでね、花や、なんかこう葉っぱではないんですけれども、また珍しい感じの精油でございます。はい、で上に、ね、載せてる写真がですね、ミルラの木になります。はい、で一番よく紹介されている画像とかにはこの、樹脂の固形状にしたものが、下の写真になるんですけれども、まあ、これが、樹脂の、まあ、固まったものになりますかね、精油の元になるものになります。はい、で、追加ですけれども、新約聖書の中でイエス・キリストに、フランキンセンスという精油が、先日ご紹介しましたけれども、それと黄金と一緒に捧げられたことで知られるということですね。はい、まあフランキンセンスと、ちょっとねこう関係性が深いというような精油になっておりますね。はい、まあちょっとねこういう感じの精油、また珍しいものが出てきましたけれども、一級編でここもしっかり出てくるミルラ精油になりますので、押さえておいてほしいポイントでございました。はい、では今回は以上となります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。